またピョンじゃないよ、ピョンさん。さあまずは挨拶代わりのエースケカフル、ひでえチームだよ本当。あっと、これは落とすが、あーそういや、あ、確定してる、マジ。さあ、挟み込んで画面端、姉は死んだが、さあ、偽証級違います、エースケさん。さあ、ロケタイク、さあ、2B が刺さって、とりあえず端っこへ。さあ、おそらくビバーチェを潰しに行くのがメインの2B だが、これは当たって前転が通って、あれ、グレッド、あっと、当てに失敗、中断は取れないんです。ジャンプ攻撃は中断なんです。だから逆に言ったらレイチェルのジャンピーとか取れるってことですね、多分、多分だけど。ねえ、取れてたらね、読み合いもまだだいぶ、あと2回目当たってバースト、これは姉を戻して自傷級がボランティアの胴体を当たっている。これはビバでくぐる、危ない、大丈夫、 B 押してから画面端拾える、 A からあるぞ。さあまだ入る、二昇級重ねて、だが待って、ラテルさん、ラテルさん、ラテルさん、いけますか、行ってもらいましょうか。はい、あと見てる間にピョンさんはやられてしまう。今日ちょっと人数多いんでね、37、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。3位まで、あ、2位までか、そうか、2割ですね。あ、そういうことですか。ちょっとね、増えすぎたんで仕方がないです。コカ・コーラは2割になりました。残念。さあ、いや、だがカルルを当てがに対して手がまだあるのでは、いや。いや。いや、ワンチャンにかけましょう。Rebel 1 Action! レーザー！レーザー！フランガイ！フランガイ！レーザー、こっち！レーザー！助けて！さあ、こっちですよ！めくりから、あー、また補正が切れまくっている。そして無理はしない、このエスケカル、基本的にはローリスク。そして攻めに関しても無茶をしない、攻めれるとこ出ますが、ターンが継続できないと分かると瞬間すぐに引く。さあ後ろから方向、おっとワンチャンなのか、ガキャン、ブリオン、ボクシーからパスト、画面端は入れ替わるが、リバーチェでくぐられて、バチコン、あっとコンボミスだが、カルルは全然余裕がある。さあ時間も少ない、もう前に出るしかなくなった、セイヤーが、ビバーチェですね、ビバーチェ。さあビーダマンは空を切る、 B
ビです、ビビ、バビムベボのビえ、ディなのディバーチェだったっけ俺が間違えてるから自信なくなっちゃったさあ、そしてカルルのターンおーゴー、バックスでかわしてビデル、あー、ビデル、ビデルまあ、僕が三角かなさあ、はめていくはまってしまうあと、ミスってワンチャンがあるのか姉を呼び戻して自分を守る位置だったがあー特殊モード起動だがこれは残ってるんですガーキャンから姉は死んではいるもののわっうわーえ待っていつからいつからいつから伊藤さんになってたんですかねカチ終わったよ。終わったの。じゃあちょっと運営、ま、任せていい？フェンリッチ大将で向こうがエースケさんが先鋒。はい運営がありました。はい。さあさあこれ大将フェンリッチに対し出てくるわ。これ先鋒エースケですか？うわこれかなり殺しに来てますねこれ。さあしかしこの男やはり全一。全一かどうかはまあやはり個人的な差があるがやはり一番強いのではないかと思うこの男あのようでワムネにワム続ける RPG これいつかあるんでしょうねでも2ヶ月ぐらいずっとこれなんですけどさあ8人画面は上位コムがここはなんだっけ未参戦だっけあれで上位コムさあいつの間にか立ち回りだけで体力が残り3割これがフェンリッチというかカルルがまあ今回弱体化されてるのでゴーダさん勝ちましたか勝ちましたさあジャンシーおお噛み合ったさあ、まあ、お互いちょっと弱体が食らってる同士なんですかねあとタチリッシーが空中くらい変なところ当たっていたしかしゲージマックスのジンは怖いぞそしてカルルは今回防御面が非常に弱くなっているはずなので一回こかされた頃からの猛攻を防がねばならないからそれさえ防ぎきればまあまあ普通のキャラかなって感じさあ姉商品もでかくなっているのでなかなか攻め系ばっかしてられないさあ姉が右に残っているここで空投げさあプレイヤーセンスがさえ渡る 2D 置き攻めからのガーキャン冷静ですね非常にあっとああ時間が足りないんじゃんさあ賭けに出たんですけども冷静にしのぎきるこれが前ラウンド続くジンカルかなりお互いに対策が煮詰まると本当に時間が足りないぐらい仕掛けるウェンリッチここで立ち暴れているさあプレイヤーセンスからの 6D 画面味さあ 2D 置き攻めどうするレーダーが当たるレーダーさえ当たれば詐欺置き攻めがさあガーフしつつガーフになったのか今の新しい感じのガーフでしたねさあデータが通る 50% のね抜けるおっとこれは殺しに行く歌いましょうさあエースケカロルパーフェクトであのようで俺に割り続ける RPG 通常ウィンリッチをぶち殺していく第3ラウンドさあ開幕立ち仕掛けている流れに乗ろうとしたんですけどね、フェンリッチもかなりそういうのを意識してるな。さあ、ボランティ、証券で書き消されて、ああ、捕まったか仕掛けていく、2人し、ここは裏に落ちただけ、ちょっと位置が悪い、OD が怖い、何しがんだ、足首が遅いので拾えない、弱体化の、弱体化の痛いところ出ましたね。
裏にハイジャンプ B しましたね。これはマリが負けたんですけども、結果的だったのに。さあこのリバースは立ち絵押している。さあチャンス変わってきた。キレンスをラビキャンからの亀梨逃げる。さあ落ち着いてますね。絶対状況を取りに行く深追いはしないところで啓太が当たり、さあ 2D 西4回くわしたんですけど、ミスらなければ。フェンリッチがまずは1枚エースケカルルというとんでもないカードを抜いていく。まあ、しかし続くカードもね、天地白面ぬかみゅうっていう、もう全国レベルなんで全国レベルが揃いまくってるんで、これは非常に、まあ、フェンリッチとしても一発事故れば死んでしまう。ひどいよねこれね。がダメ。いやカルルダレはかなりしてますよね。あーチンチン出てくるわ。チンチンアヤネルって書いてるアヤネルなんだこれ。さあチンチンがどう出るか。あ今ブランシー、あとこれはバースを先に吐くわチンチン。さあトコタッチ移動は今回減るのか減らなす。かなりマイルドになってますねこいつの火力も。6L24あとまあ、お互い、あーっとダメージさ同じぐらいだが 2B が繋がらず 6C 入れ込んでいた。僕らが 2B が C6C だと思うんですけども、 2B の疲れに 3C が出ず 6C が、まあ、出てしまったという感じですね。さあ 2B 対空うますぎるからの球切って、おお場を作りつつ場の有利はチンチンか。しかしゲージがあるので非常に怖い。一発で死んでしまうところ、友達全て動かす。さあかぶせられて三振、無双が直がしている。素晴らしい。左足さあ掴めるか。さあ OD ここはタッチに至るくらいやってしまったか。さあ1ラウンド目先取していくのはなんとチンチン。しかし普通に去った言われた。さあ 6A6B バイクシグ。さあこれは非常に暗い感じですね。あばやからの強化ビーム当たってしまって、しかし補正が切れてまあそうですね勝利権、冷静に勝利権返してダニシーかぶせる。しかし相手には 50% しっかり勝利権打てますよ。非常に苦しい。さあ持続高すぎた。おつか、あおお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 お。さあしかし抜かめ、あーやってしまった。しかしってところ、 50% もバーストもあったし全然良かったんですけど、あれはもうなんか考える前にジャンニーシーカウンセリングだったね。あれはすごいな。さあ6ミリ2段目2段目2段目だったしね。さあこれぬかみゅうはかなりいいですね。いい感じの流れで、あとバースト吐いて状況選択。ここから逃がしたくない。しかし画面足に変わり、さあどうする毒へ、あとスムーズイがやはり一人下がりですね。あとコンボミス、あと耐久ミス、非常にあと危ないところ、クーナゲーオーディーワールドでアキブロマル極難上だ。強烈に合いばよ非常にいい感じでしたんですけどね。
非常にぬかみゅうが勝ってしまうかといったところ、やはり2ラウンド目のめくりちゃんにし、あれがかなり来ましたな。あれがあれで流れ変わっちゃった感じはあったな。さあこれで残り1枚、俺は10年白面使ってます、電柱白面。大志、おお、こいつ人的何年なの、11年か11年くらいやってんじゃないか、10年か。さあ一生陣使い続けるウェンリッチ、サンダードキャラを使いつつ、やはりなんか結果だけを見ていくこのスタイリッシュさというかストイックさがすごいですね。やはり多くのファンがいる。あと2シーさあフェンダーある弾を出して33-69ダメージの状況を取っていく。さあ先手は電池悪面 OD 使って 2A2B2A からの上は逃がさない、しかし 2A 勝っている。さあ C、 これは爆手っぽい、爆手なのか。さあ奇襲投げ、サンタもあるぞ、ホタルから殺しきる。さあ非常に気合が入っている。これは白面 6A 姫最強の剣士、相手はそこの自分だしかぶせて、しかし陣白面は陣の立ち絵が白面の鏡に当たってしまうので、こういうそうですね、 6A と投げを推移したこういう攻めがかなり強いですね。白面からの芸を吐いてしまうほどの当てにするしかないんですけど、当てにすればいいなって感じなんですけど、するしかないんです、読まれてしまったら終わる。非常にリスキーな、おっと左足当たっている、超絶攻撃攻め、あーおーなんだ今のは、なんで当たっちゃったんだ、裏にガードしちゃった、なんだ今の、なんか出なかったか。さあ 2C を、あっと OD、 さあ 2D 使っていく、あー立ち火怖いところ、あーっと、うおー、マジかー、うわー、マジかー、マジかー。さあ4玉残り2割、前提するどこで前提を選べる、この体力白面がちょっとだけ遅らせて2ピース目は終わったんですけども、さあどうする、さあ地味が空中くらいゲージはあるぞ、オーディーもあるぞ、どうなるんだ、オーバードライブ、死ぬのか、死ぬのか、マジかー、マジかー、勝ったのはフェンリッチ、サンタテマジかー、いろいろあったとしか、うん、貴様の誓いなど知ったことか、メガスエさんが全打でしたよ兄さんは僕が殺す、じゃあ、我々影響であげましょうか、はい、ラテルさん、ユーキャン、ラテルユーキャン、ラテルユーキャン影響隊で、ゴーダーメガスエ影響隊で、B 強隊で、ポロピセッカマン式とエジピョンフェンリッチいってください。鍵ある、何か あるやん、C もないの、いやーマジか、最初はグーじゃけほい、はいゴールほい、まあ我々ならね、我々ならね、まあやはり後先考えずにいけるので、我々ならね、ハハハハハ、いやいや、あなたが決めるでしょ、あなたが決めるでしょ、あたしメカス、あー運営しやすい、こっちにメカスエさん、メカスエさん、じゃんけん負けちゃった、負けちゃった、ナイン、ライチ、アズライじゃない、あの狭間、マイか、まあやはりマイか、
どれも当たりたくはない。どれも当たりたくはない。さっき行きます。あの メカスエ前で多分誰も前知らんからいけると思うんですよ。誰も前知らんから。ああのありがとうございます、ありがとうございます。あ、優勝景品のコーラ来たよ。2位まで、いや、3つ、あ、そうか、いや、あれ冷やしてないから、今日2オンだって聞いたから、そう6個にしたでね。いや、でもこれ今週で賞味期限切れるから、今週で賞味期限切れるから、そう、早く飲んでくれって。まだあの2箱分ぐらいあるんだ。まだ2箱分ぐらいあるから。あー、メカスエマインに対しユーキャンナインを出してくる。ナインか。こいつ結構丁寧なんで。やはりメカスエマイともなれば情報収集は行っていない。さあ、やっていきましょう。準決勝第1試合、メカスエマイ VS ユーキャンナイン。先手取るはユーキャン。そして最初のバーストもメカスエ、早めに入ってバースト回数になっていく。投げる、しかも後ろ投げ。さあ、高いルート。さあ、しかしユーキャンも一時期な前を使っていたみ、非常に前対策ができているはず。しかしここは崩れて3200。しかしここへ打ち切らんです。これは今作からか、前作からあったかわからないが、さあ投げる。これはメカスエマイ、非常にメカスエイズゴッドといった感じ。先ほど3打でした実力。さあ、ここはしかし開幕いい姫よりから無理をしすぎたか。おー、下をくぐってくる。大統通音アテナ予選、こっからはメカスエマイなので非常に勢いがある前ですね。何が起こるかわからない。さあ、軍隊の当たり。しかし今回の火力ではまだ足りない。うわー、あばれ、あーっと、何かが起きた。さあ、この流れのままユーキャンが前捨て軍隊と、これは非常にこれ来てますね。さあ、挨拶のお互いも終わったところで3ラウンド目。さあ、 4A からのデータ指示、立ち絵で拾っている。立ち絵からの上玉なんですけども、さすがユーキャンやはり分かっている。こいつも一時期は前にキャラ替えしようというか、まあキャラ被り立ったんで、かなり前の知識は高いはず。裏回っちゃった。さあっと、これは不運か、投げが見えたか。あーっとー、これはメカスエイズゴッド。さあ、まずは先方ユーキャンを倒しきる。しかし時報出てくるはジェイハンソン。出るだけで笑いになる男。やはりメカスエマイともなればジェイ・アンソンともき、あれを、いやでもこれやだな、やだ、やりたくないな。さあ、非常に温まっているメカスエマイに対し出てくるはソーゲイット、フォーアザイプレイことアンソン・ハザマ、ジェイ・アンソンのハザマ。さあ、今回ハザマがちょっとだけ強化されたみたいなんで、その死が見えてしまうのかなと。さあ、地形から、さあ、ジャンピジャンピ片目が、あと、いい、暴れて、OD が暴れた。これはチームで決めれば OD の回復が早くなるので、熱波ダメ。さあ、スズラン、しかし前に頭は多分前がいけるはずなので、頑張ればや多分逃げちゃいますか。ああ、さあ、順当たっている。イメージ、さあ、接戦が当たる。これは
異常に辛いぞ。水口劣化だ。まずは一本ジェイアントが倒しきる。もう嫌ですよ。レベル2アクション。第2ラウンドは開幕気味。あのダッチダッチエで対空。さあ今回オリジナルコンボ2064あのあーっとこれは入れ込んでいない。入れ込んでいた確定なんですけども、あと表裏落ち。スズラン他の固めが捉えた。エンタースクエ前が画面味投げ預ける。 2D タイクから落ちてきたところに立ち、さあ画面味入れ替わった。どこ打つ。さあアジェアンドが出てる。あー終わりましたね。この終わり方が非常にジェイアンソンっぽい。じゃあ僕行きます。
さあ、メカスウェイマイが出てきましたね。いや、ラグナじゃないんですから、いい。今の調整でラグナ使ってるやつやばいって。おやべえ、こいつさあ、メカスウェイマイがリベンジ果たせるか。これはコンサッカーのコンボ、エリアル落として、これは、これは癒し。さあ、あと1回といったところ、前線が通る。さあ、暴れ回っている。これがメカスエマイ。先輩が殺意を持ちつつ、あーっと怖い。うわ、なんだこのダンス。メカスエダンスからのウロボロスかゼロ。さあ、オーディー出し切る。出し切る、出し切る。何もないぞ。あー、ここからが頭見せどころ。どうしのぐ先手通る。カバーできんじゃんこれ。さあ、ジャンニーリー今回から崩して、うわー、これはこれは死んだ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。サンタですると思いきや、あっという間に一発つかまれたら、いや非常にまあ5分それ以上あるかなと思いきや、損せい気のせい。さあ出てくるわ、ラティフライチ。あ、だって上りダッシュジャンプシーとかやめてほしいんやけど。完全に走ってきて目の前で突然ジャンプシー、完全に仕上がってるやろ。いやでもうちのバーサーカーもなかなかやりますんで。あー、しかしラテルライチ、これは新人王のアテナの新人戦を突破しているライチなので、非常に期待が持てると言いますか、いい試合になることを期待しているが、ここはセーラジャンシー。さあ、先手仕掛けるメーカスエマイ。さあ、どうなるこのタク、固めが終わる。おわー、これは噛み合った。画面走り返す、お互いバースを使った形。さあ、立ち回りになるとどうなるんだ。まずはというか、ラテルライチが内戦を積んでいるのかどうか、非常に重要なところですか。さあ、これは F 式か。暴奪してる。さあ、しかしチュンが引っかかってラテルライチのターンになる。これはあと1回やめてしまえば終わりか。ピッカラ温泉オーディアワシ、どうだ、ミスったですよね。ラッテルさん、今新人戦でもミスったコンボ、非常に悔いが残る。さあ、画面足、とりあえずはもう一度先ほどの連携を繰り返し、さあ、画面端コンはやはり練習してきているぞ。あとあと気合でこじ開ける。しかしこれは棒の位置がかなりいいですね。非常に読み合いになる位置。さあ、連携、おお、フレーム消費からの投げでラテルライチ追い込める。あと1回、さあ何をする、上りジャンピからのごちゃった、バース使ってせっかせっかせっか、バース読んでいたんですけどもちょっと遅かったか。うわーうわーうわーメカスエイズゴット。これにはエスケさんも呆れている。非常に強い。なんだこれ、ここまで来れたらもう君のおかげだね。こんな私だけどこれからもよろしくねと、かなりキャラとの連帯感が。メカスエダンプカーなのではこれは。これはすごいですね、なんか言葉に出ないですね。メカスエイズゴッドですね。
ちなみにメカスエさんの本名も神末らしいんで非常にマッチしてる。あ、酸欠があるんでポロピが出てるということは向こう大将かな。で、あっこう終わった後影響隊に移してで酸欠を向こうで一応こちらやりましょう。昔はこんな戦い方する人じゃなかったんで俺、丁寧にやってた時のミカセイさん知ってっから隠してたらしい。そう、まあいいわ、ほんとね、対戦不足だな、やっとかんとな、マジで。いや、個人的にはレイチェルとやるよりはいいから。いや、そらそらそうっすけど、そらそうだ。いや、俺ジェイアン総選悔しかったな。俺が上手かっただけじゃん。いや、ちょっと劣戦がワンチャン残映画で来るんちゃうかなと。あ、一緒にビコしてるけど一緒劣戦が誰か暴れる。いや、でも俺さあ、こうゲージ50あるな、残映画行こうかな。いや、でもここまでのこいつなら2秒スカムになって、あ、こいつ裏切ったぞ蹴り上げるぞ。あ、こいつ冷静は冷静やなと思って。まあでも対策やからな、残影何やか当たれへんから見てから。そうっすな、負けましたわ。何やねん。いや、負けました。俺の判断が良かっただけ。いや、非常にジェイアンソン強かった。こういう感じで言っとけば、やはりそう、彼の本音じゃないかどうかっていうのが割とすぐ分かる。内心はお前殺すから。いや、強かった。いや非常に強かった、やばかった。ありがとうございます。非常に強かった。はい、やはりジェイアンソンも僕の先輩だけあるなといった感じです。今の嘘なんで皆さん。あのね、本当のこと言ってても嘘のことからちょっと最近怪しくなった。その真顔やめろよ。いやー、いや、あの、やはり FGO の大先輩のゴーダモンさん。いや、残影がに先出し下段というか、そうですね、ちょっと先にもう下段の足属性のやつが落ち着けば別に残影が下段無敵ないんで。どれが残影が。ああ、うん、そう、うん、下段暴れに勝つんですけど、まあ劣勢がには余裕で負けるんで、まあ、リターンだけを考えていけば 2B コスリーか立ち B コスリーかみたいな。そうで、前多分ね、劣勢が当たってないフレームがあったんやけど、多分硬直伸びたおかげで当たってくれるようになった。ああ、多分引いていってる途中 2B 打った後の隙のない部分でかわされてたのよね。レッセンが当たらん時あったのよ 2B に。あったっけ。あ、あったあった。あ、よし、あれあるやん、スライディング。はいはいはい、見てから打っても当たらない時は今だに。あれあれあれあつって、あれ今だにあるでしょ。当たらなくてお互いスカってイザナミのポコパンが勝つ。そうそうそう、コパンコパンやコパンログ売りやから。おい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 つ。あ、だから肝心なとこ変わってないっていうな。ちょっと B 筐体が試合終わるまで、お待ちください。今のところポロピッチョ VS エジテイがやってますんで。あっ、あいつ汚いぞ。フェニッチ大将、ポロピッチョも大将。ポロピッチョ、じゃあそれ終わらせてもらって、ポロ A 筐体、フェンリッチ影響体。いや、これやばいな。まだ終わって、終わってんの、負けた、終わり。フェンリッチまだ残ってんのやろ。うん。はい、影響体で、じゃあ決定戦ですね。ポロピッチョ対フェンリッチ、勝った方が決勝戦。うん、俺も帰ってメカスエ前で練習しよう。いや、前はね、ほんと勢いがね、あの F 式はね、かなり心打たれたわ。お前 F 式ばっかりやんけ。お前サボるな。いや、楽しんだもんだって。サボるな楽しんだもん、みんな殺せるんだもん。立ち回りで固めないや。あランクアップバッチりましたね。いやー、フェンリッチさん、ポロピッチャーでランクアップですか。これがフラグになるのかどうか。さあ、どうなるか。あ、ポロも総計か。大将これで勝った。ああ、戻った、素晴らしい。
あ、実況任せるわ。これマイクでかいから、はい、やるわ。さあ、これ攻め系してくる。わー、西、しかしジャンピー当たらず、ロケ立てる。ちょっと歩いてる、ゲダン。非常に読み合いがなんか、一周してるかありますね。さあ、しかし、コンボミスか、西クー投げ。ここは、ジャンピーカウンターして、さあ、2600。うわー、追加が出ないか。さあ、ファジー潰し。OD100% あるので、まあ、しないでしょう。ここは危なげなく一本取っていくわ、フェンリッチ。しかしながら OD を使っているので、まあ、非常にどうしたのか、どうしたもんか。 3C 一応ゲン。さあ、上からかぶせて、この固め。うわうわー、弾はあるものの、弾はあるものの、うわー、これは白面といえども、さあ残る、お読み合い残る。そういうとこやぞ、言えるか、そういうとこやぞ。残り1ミリ、ホロビッチョ家庭用、どっちも前提。さあ、悪夢、どっちも前提なんですけども、意地見せれるか、これはあるか。オーディー切り返ってこない。残り4玉、禁止の悪夢。あー、こいつ消える、貴様の正義は不要だお前、俺を信じたら反対側に回ってみて、ガク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 、舌を揺すってました。はい、じゃあ決勝進出はフェニッチチームです。今日たち酸欠をあっちでやるよ。はい、メガスエさん、またこいつらっすよまだこいつらっすよ。いや、俺はメカセイの奇跡を信じる。メカセイさん、メカセイさん、いや、メカセイさん、梅雨払いは僕にお任せください。梅雨払いはやはり、巨大こっち、巨大こっち、巨大どっち、こっち、あ、はい、じゃあその前に決勝、まあいいか、まあ終わってからでいいか。瞬間ゲームが決まるというものなんですけども、今回お互いの変更点がどう響いているのか。
壁がしさあキックがうまいことフォローした。さあお得意のフォローからの壁端のコンボ。さあ完璧な状況が待っている。さあ我慢しめるか。不思議あまりにも無情な2分の1。いやーコンボをミスっている。さあいえ流れが変わらない。さあ立ちっぱなしで対応したが F 式はループをすることができる。このキャラクターわーフィガーがあまりにも無情な崩しで潰れている。これ無理なのではと思ったあなたは僕も無理だと思います。抜ける手段としてはまあジャンシーの部分をしゃがんで食らい逃げする。相手が確認したりジャンシー行こうとしなければさよならっていうあまりにも危険な作業しかない。全く反省していないように見える。いやこれでも反省したんですよ。ちょっといろんな部分が強かったからそうなっただけで。うわーちょっとイエーしていれば隠っていたんですが欲張ってしまうと壊れてしまう。これは思って祈るしかない。さあ F 式ループで画面端から端まで運んでしまうのか。我慢しきれなかった。あーしかし F 式ループ以外がガバガバすぎる。さあこれは一生 F 式をやるぞという心の声が聞こえてくる。壮大な波あまりにもメンタルの強い男向き合う気配一切なし。これがテイガー戦の正しい姿なのか。ああそういう時もある。あまりにもメンタルに来る内容でしたね。アイスエイジゴーダーあまりにもこれはラインを超えている。このゲーム楽しそうだけどなんていうゲームですか。シンプル2000シリーズザ・イザラミとかかな。ザ・ F 式とかあるかもしれない。さあ敵を撃つために出てくるはヨンさんの10名が決勝戦まで生き残っている。あまりにも嬉しい光景。ちなみに僕はさっさと死にました。ポロピッチョに殺されちまってよ。あそのこの敵をまあぜひ僕の敵の部分撃ってもらいたい。2000円でこのゲーム、いや、なんとゲームすれば100円でこのゲームが楽しめちまうんだ。さあ、コンボしっかり見せている。うまいこと 2B で暴れを通して、さあ、画面をして運用したいところだった。受けるでこないばかりに、結構ないダメージに繋がった。これは10名の中ではかなり高い方。さあ、10名の絶妙な距離感。いやー、やはりこのキャラクター、暴れも強い。ラスティー崩れてしまい、さあ今回は運び能力はなくなってしまったので走りに行くことはなくなったが、それでも片手が地獄。昇竜拳と無敵技の一切を持たない10名にここの片手は絶望。レベル2アクション。楽しそっちこっちだ。いやこのコーラはね上位優勝者のための商品なんでお手を触れないでください。そうこのモナメルがウォークエイン最強。あの声優なんと弱い集団だったんだ。この中で黒い獣って一体どうだったんでしょうね。そういやー俺には分かる。ダッシュロビーコーラが持ってしまった。熱かった今のはつらい。俺はズムを投げてガーッとバリアゲージを回収していく。ねえが生き残りに残ったか。果たして生き残ることができないのか。ジュベどうなった。さあこれはやれる。どうして薄い本で殴られても誰も喜ばないんだな。
いやー、ジューベだけストライカーシステムつけてさ、ナインとここない後ろから呼んできてほしいんだけど、ジューベがポンってやったらなんかクイツァイとか降ってくるみたいな、そういうのが。おっと、ここで真打ち登場か。あの世で俺に呼び続ける RPG、 この名前はやはりフェンディッチ。さあ、ゴーダチームまだ全然残っているが、その3ライフで一体どのようにこのフェンディッチを攻略していくのか。落ちる、弱すぎる。見えだ、立て直そう。こんなものか。ああ、バレッタイしね、勝っている。タイムで安くすんだが、粘着質な刀が弱い。逃げることができない。そんなイザナミ、踏ん張れるか。踏ん張れない。あっという踏ん張り、第一ラウンドが終了してる。怒りのラスボス。一体いつゲージを食べていたのか。あまりにも早い展開。ソンシーから、すでに開幕から流れをつかむことがある。うわー、クーデスは我慢できないといった感じのオーバードライブだったが、クーンを使うことには成功した。しかしここからの切り返しもフェニッチは強い。さあ 3C で相手の引き手に完全に滑り込んでいる。凍らせてしまうとフェニッチの方の人もかなり苦しい状況になっていましたが、さあ俺は N 式で勝つんだと、アイステージ5だ。一生 F 式を選択する気か。果たしてどうなってしまうのか。今度は素直に下段を言っていたが、フェンリッチなんとしゃがみっぱなし。もう白木のための選択肢、これをすることで左側にはバリアゲージがないという状態でパーシャルジャンプが成功したが、うまいこと逃げることに成功。さあ殺しに行こう。なんとか息は繋いだが、もうタイトルにうまいこと暴れ、画面をよく見ている。集中した右暴れからうまいことつなぎ殺しく。さてペンリッチ、コース1点アウトがなくなってしまった。ああ今ここで、あまりにも力強い選択肢、フェンリッチに対して王手をかけつつある。さあしかしバリアゲージはちょっと心もとないか。だが自分配点がフェンリッチに扱っていくしかないものの、本作の勝利はあまりにも激しい。さあここで少しでも時間を稼ぎたい。あーっと、これは美味しい展開だが、さあ縦を張り直し、クー投げ。さあ行くところの隙を突き放うまいゴーダー。このままペンチを倒し切ることができるのか。さあ2A の笑いを単純に抱く。今日のゴーダーは2択が冴えている。あと一歩なんですが、そこで押し勝っているのがフェンリッチ。さてゲージとオディと全てを持つイザナミに対して、フェンリッチが削りきらなきゃならない体力があまりにも多いんですが、さあ悩みの多いフェンリッチ、攻めが途切れてしまう。押し勝てるか。うまっすぎる。うわー、息をつないだ。ガイアから声が。ポロピッチョが疑問声。あまりにも強い選択肢。しかしあれをあそこで打てるからこそフェンリッチ、これは後続のメカスイさんも嫌なプレッシャーに包まれていそうだ。とはいえそれを全く感じさせないや、小柄から立ち回り。この男は完全にマイペース。はいはいはいと剛田にも笑顔が返ってくる。勝利点そのまま。さあ目まぐるしく表裏が入れ替わり、フェンリッチつらい時間が続いている。ゲージを使った暴れを潰し、惜しい指導だが、果たしてこのキャラどれほど減るのか。さすがにピンクが抜けていった。飛んでいき、そろそろ戦術ではなかったが、
うわー、 B で突き返して、まさか全リッチが OB を使い、そして見事には 100% のゲージ。いや、これはまさか足りない、やはり持って、なんということでしょう。打った瞬間逆だと叫ぶ断末魔が悲しすぎた。やはり神は便利地区を追えるのか。かなり早出しの翔選手、あの距離でも音が目が十分ある。昇竜拳を読み、フェイタルカウンター、壁が絡み、これはあまりにも伸びそうな指導だが、さあこの時点で4200か。いざね、 F 式から、やはりフェンリッチの F 式の前には無力。流れに乗った前にはあまりにも速い展開、ファーストも間に合った、なんとか第3ジャッジしのことができたが、さて独特の距離感、フェヘンリッチに迷いを生じさせている。足のキャッダッシュキャンセルを駆使した特殊な方で、うまいことフェンリッチ脱出に成功。さあ攻防入れ替わり、スタート、ここで暴れを通すのが目が狭い。流れが完全に壁です。ダッシュ連強で割り込む。さあ今回石化陣がちょっとまあ難しくなってしまったんですが、投げて、さてバーストは返ってきてるんですが、どこで使うことができるのか。いやー、なんということでしょう。投げを抜けた瞬間、気づけばフェンリッチが倒れている。これはあ、優勝者とか上位入賞者用の景品コーラ。一体この世界に何が起きているんだ。なんということでしょう。ご存知なら教えてください。本日のランキングバトル制したのはボーダーメカスペア。仲間のために。